小山きらりです。劇若竹の風に任せてという公演の前が決定しました。今日は初日の稽古で読み合わせをしました。なんか自分でなんか台本読んでるよりも関わる役の方たちと一緒に声を出して読めるので本当に楽しかったです。はい、どうも。はい、池袋演劇祭は平成元年から実施されている9月に豊島区内で公演を行う団体が参加する地域密着型の演劇祭です。豊島区が推進する国際アートカルチャー都市構想の一環として、町全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市を実現し、演劇劇場文化の裾野を広げるため開催されるユニークな演劇祭です。例年は池袋サンシャインシティの噴水広場にて開催されますが、今年はオンラインで開催しています。参加団体が持ち時間2分で公演を PR、 9月30日までの再生回数と一般公募で選出された審査員アンケートにより上位3作品が表彰されます。3の時はお尻が、はい、うちは客席、スーリー。
1、2、3。そう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 。回してみようか、はい、では回します。空気が肌にまとわりつくような暑い夏の日、千里さん、どうしたのそんなに慌てて。ちょっとみんな早く来て。サーフィン、どうしたの。岸辺に人が倒れてるの。手を貸してよ。彼女は孤独なんですけど。ここはどこですか。ここは風月堂の寄り合い所よ。風景桜を無事でよかった。今のうちもう一回気をつけて13の1の3よーい、はい、お母さん今幸せ。泣けるのかってキラリちゃんに怒られちゃいました。私はできるよ。はい。あらだいだいで にできます。できます。ここまでご覧いただきありがとうございます。みんなで一緒に頑張ったダンスレッスンやワンカットでの撮影の裏側などをご覧いただきました。完成版は池袋演劇祭の YouTube チャンネルにてご覧いただけます。詳しくは概要欄をチェックしてください。たくさん再生してもらえると嬉しいです。バイバーイ。